どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。では今回から選抜挑んでいきましょう。さあ、というわけで前回本当に素晴らしい金徳、そして素晴らしいオフを過ごすことができました。この勢いのまま選抜戦っていきましょう。なんといってもこのオフに永瀬が阿部比パワー比、この2つの特能を手に入れたので、もちろんね、投手としても不屈がついてさらに強化されていると思いますが、これ野手としての永瀬にもさらに期待できるんじゃないかなと思っております。さあ行きましょう。よし、永瀬ナイスで、オーダーはまあそうですね、これでいいかなというところでございます。本当は聖夜をですね、この春から2番に据えようと思っていたのですが、まあ肌に阿部比がついたので、まあ肌のままかなというところでございますね。はい、いや1、2番両方阿部比ついたので、ここは期待ですね。で、新宮はパワー比を持っていると。で、阿部比パワー比やっつかんで、基礎値がすごい、ツッチ、セイヤ、服部、片野と続きます。あ、これ片野の方が打撃面良くなってますね。うん、こうかな。片野の調子もいいし、これでいきましょう。試合開始。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、栄冠9土日日本投稿という企画をやっております。この栄冠9の動画いつも楽しみだよという方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録していってください。さっきまで氷を噛んでいて舌の感覚がないので、今日はいつもに増してカミカミ実況でございます。いきましょう。で、ペナント実況なんですが、やっぱりこの永瀬の代が卒業してからスタートすることにしました。そっちの方がなんか多分面白いかなと思いましたので、まあそんな感じでいきましょう。まあ、なので来週、まあ、再来週ぐらいですかね、からスタートできればいいなというところでございます。はい、よし、まあとりあえず永瀬はスタミナも上がってるし、もう大丈夫そうですね。キャッチャー片 C62 クイック D、 よし、まあ普通に走れるかなというところですね。よし、行きましょう。さあ永瀬行こう。さあさあさあ行こう。ゲッツ、おいいね。おお、去年の二遊間だったらこれゲッツーが取れるんだな。さあ行きましょう。さあ永瀬なんですが、もちろん球速170もいかないといけないので、まあそこも目指しつつですね、しっかり投げていきましょう。で、得点圏にランナーいないときは打たせて取るも使って、またスタミナをね、上げるようにしていきたいんですが、やっぱり得点圏にランナー行くとそうも言ってられないので、しっかり投げ込んでいきます。おい、初回からいきなりピンチ、頑張れ永瀬。フォアボールはダメだぞ。ここということで、臭いところは使えない。よし、せいや頼んだ。ケイ、さあ追加点が入らないところで回ってきたのがツッチ、ランナーは永瀬。うん、お祭りはさすがに早いんじゃないかなと思うんだけどな。さすがに置いときましょうか。走れツッチ、ツッチ走れ、ナイスラン。渋いカードが、変化球、くっ、そしてノーアウト一塁のピンチ。ちなみにさっきの永瀬の出塁は一体何だったんでしょうか。うわー、2打数2安打だ。あ、しかも盗塁も1個してる。いや、これが阿部比パワーですね、皆さん。くっ、たまらんね。さあゲッツ、おっと抜けた。やっぱ去年の守備陣とは全然違うな。去年ほんとすごかったな。でも今年も去年に勝るぐらい練習効果アップしてましたけどね。去年は一体何だったんだ。まあまだ選抜だからか、夏になったらもしかしたら去年ぐらいの守備力になっているかもしれないというか、全然ダメやん。やばい、やばいぞこれ。頑張れ永瀬。ちょっと速球中心が打たれてる疑惑もあるんで、変化球、
しゃあない、1点はしゃあない。もう三塁いくか、塩見の肩なら。くそ、ゲッツー、ゲッツー、うわーここめっちゃ抜かれる。三遊間ちょっと硬いかも。この試合だけでかなり三遊間抜かれましたね。うえー、てか、シングなんでこんなに動き悪いの。普通に守備うまいのに。どうしたシング、なんかショートが今日は悪い方向に働いている。ゲッツーゲッツー、どうしたんだシング、守備上げてきたのに。仕方ない、もう追いつくしかない。こうなると服部代打あるぞこれ。まあいいか、カード使って打たせるかこれは。じゃあ待て、もしっかり使っていこう。いやーセーフティーさんは成功しそうにないんだよな。いやでもセーフティーか、頼む、決まって。うーわーマジかー。いやーセーフティーセーフにならなくていいんでね、転がしてくれさえすればよかったんですけど今の。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。第9バントしてきた塩見、よし、オッケーオッケーオッケー、ナイスオッケー、ナイス。サードがあんまり守備うまくなさそうだぞ。そしてさあ1点は絶対返そう。スクイズまずしてもいいですね。スクイズいきます。よし、 OK、 カード温存してスクイズ。これでまず5回なんでね、1点返せばでかいっす。でシングさあパワーヒーやつかん、頼むシング、もう1点もう1点あるぞ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 。セーフティーみたいなもんだ。くう、まあまあなんとか1点返しました。さあここはもうお祭り使いましょう。またまたカードが悪いな。せいや代打あるんじゃないか。いやでもせいやに代打はさすがに育成的なこと考えるともったいないな。今度こそ頼むぞ。よし、さすが、せいやは違う。OK、これで最低限のバントや。ラッキーボーイ降格。あ、でもまあここはこうだな。頼む、方の絶好調、方の4割3分8厘、お前を信じる。うわ、いい当たりなんだけどな。いや、まだ6回大丈夫。さあ、もう点やれないよ、ただ。スタミナまあマックスまで持っていっとくか。なんか三遊間の守備がほんとあんま良くなかったな。去年だったら1本もヒットになってないような。でもシング守備上げてるんだけどな。まだまだ上げないといけないか。掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁。まあちょっと序盤なんでね、あそこで伝令使っといてもよかったかもしれないですね。終盤に置いとこうと思ったんですけど。キャッチ、いやタッチでいいんじゃない今のは。せいやせいや前前前前、オッケーオッケー。さあもうなんとか追いつくしかない。ランナーは服部695の盗塁し、それはいけると思うさすがに。うーん、こんな時に限って盗塁1か。まあ1球待て、決まってくれよこれ、決まってくれよ。うわ外された、なんでここで外してくんの。なんこっちの作戦読んでるでしょ絶対と思ったらナイス。これはツーランホームランかなんだ。うわ連続ソロホームは、そうか終盤だから。永瀬やば、どんだけ打つねん永瀬。今度は初球や。よっしゃ、肩のここは代打でいこう。寺田かな、阿部飛行格なんで。まあ寺田もちろんスタメンもワンチャンはねあるかもしれないんですけど。あーくそ、
今のカードを押そうと思ったらまたコントローラーが誤爆しやがった。ただやっぱツッチが相当強いんでね、さすがにツッチはねあれかなというところですね。ただ今カードを逆に使わなかったんでキャッチャーに残すっていう手はある。これで、あ、でもツッチも使ってないわ今思うと。オッケー。いや長瀬これもう球速完走しそうなんで、この試合で多分もうこの時点で170いきそうな気がするんで、インカにしといた方がいいですねこれ。パス、よし、オッケー、ナイスパスか。まあ、永瀬の育成的にはかなりいい試合におそらくなってますね、これ。くっ、強いね。やっぱ使うならこの辺から行きたいよな。あ、ミスター杉浦なんて使う必要ないぞ、今思うと。サード、よし、よし、ナイスサード。いや、いいね。三遊間結構危ないと思ってたら、ここでいいプレーが生まれました。さあ、シング今日ホームラン打ってます。永瀬まで回したいね。まあ、そこ育成枠にしてもいいかな。はい。うん、そうですね。そこは育成枠にしましょう。さあ、シングもう一本ホームラン行こう。うぅ、岸沼、余裕があります。いや、長瀬まで回したかったな。ヒットの数はあっちの方が多いぐらい今日はいい試合になってますね。はい、違う、変化球中心。いやー、総合戦力 C 相手に結構やられちまってますが、まあでもそんな中でやっぱり永瀬のバッティング、ここが光っての、てか打点を相当上げてますね今回。打点得点を相当、ほぼ得点に絡んでいる。シングルのソロホーマー以外はほぼ得点に絡んでいる。まあそのおかげかなと。で、今思ったんですけど、この1年生守備上げるやつがないからちょっと困るんですよね。まあ2位のはいるんですけど、野手の信頼度上げつついきたいんで、それ考えるとちょっとそこを性格変えてあげようかな。また次回までにもしかしたら裏で変えてるかもしれません。オッケー。正確に調べないといけないからな、その場合は。何が守備だったかを覚えていない。確かヤンチャとかだったような気はするんですけどね。さあ相手も代打来たよ。どっち、中岡。これ取れる、これ取れたらサード。うーん、まあサードが服部、まだ1年生っていうのもあるのかな。おっと、ちょっと待って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 、これよせいや、危ねえ、入るとこだった。うわ、レーザービーム、せいやのレーザービーム。来年はセンターせいやでいきたいな。待てよ、これホームラン打たれたら終わりだからな。セカンド、よし、ナイス岡部。ちょっと怖い試合でしたね。はい、いやー、永瀬のバッティングが光りました。これさすが阿部ヒパーヒト、まあいう、うん、能力ですね。いや、ヒットもしっかり打ってホームランも打つと。スタミナ1上がり、コントロール1上がり、守備1上がり。意外と球速上がんなかった。うわー、シングーチャンスに下がっちゃった。マジかー。いや、もうこればっかりはね、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。はい、いやー、これなー、栄冠のこれ謎にやめてほしいんだよな。ホームラン打ってるのにな、シングン。そう、なんか理不尽なことが多いんですよね。結構ホームランこの試合打ってるんだよ、活躍してるんだよ。そんな1打席ぐらい凡退することプロ野球選手だってある。イチローだって3割打てればすごいんだよ。
4割打てるのはな、ヤクルトのな、ヤクルトじゃねえ、日ハムのな、近藤選手だけや。パワープロ、おいパワープロ、聞いてるか、パワープロ。野球ってそういうスポーツなんだ。そりゃきついよね、さすがによ。誰で行こうかな。塩見も面白いし、肌も面白いし。あえて塩見にして塩見を2にしようか。もしくは塩見3もある。まあ新宮もチャンス落ちちゃったわけなんで、で盗塁 B か。まあでもパーヒっていうのがすごい一番っぽくないですけど、まあこうもなくはないですよね。これやってみよう。新オーダーや。ちょっとさっきね、打線があんま機能してなかったんで、新オーダーで試してみましょう。おっと、先制された。B の中ではそんなに強い方には見えませんが、クイック B。肩はめっちゃ弱い。このピッチャー下ろしたら走り放題だな。ということで、球数をこういう時は投げさせましょう。1年生、1年生には負けん。まだ塩見はずっとレギュラーなんでね。よーし、オッケーオッケー、渋いね。ナイス。よし、おお、肌のスリーランホームラン、いいね。よし、この篠田さえ下ろせばこっちのもんや。さあ、阿部を見せてやれ。フラフラと上がった。一塁キャンパスの手前、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。おお、今日は才能開花か。まあ仕方ない。いや、これ守備経験値貯めないと。二塁タッチはセーフ。さあ、しっかり抑えろ。ランナーは気にするな、キャッチャーに任せろ。どんだけ牽制するんだ。くぅ、何この篠田、エースで4番だと。ただこっちは星999じゃ。やばい、やばい、やばい。なんかこの選抜は怖いっすね。何かいつもと違う気がする。ゲツゲツゲツ、どっちどっち。よし、オッケー。やばいな、ワンヒットで逆転の可能性まであるんで、才能開花使おう。ここでできるか。頼む、流せ、抑えてくれ。やばい、嫌なとこ飛んでる、これ嫌な。ファウルになれ。あえフェアか今の。ちょ、チャレンジチャレンジ、フェアか今の。やばいよー、やばいよー、ランナーありません。やばい、ほんとやばい。これせやなら走れる。クイック B でも肩がめちゃめちゃ弱いんで、外されようが関係ない。おえー、なに今の。しかも変化球だっただろ。いやでも盗塁 C の肩の7というところですけど、もうここは思い切ってダイソー出しましょう。さすがに S100 かつ盗塁 C、 これさすがに走れるやろと。さっきと同じ球や。なんで
あ、ピッチャー変わった、よかったよかったよかった、ようやく変わった。でも念には念をダイソー、クイック B って強っ。ちょっと待てよ、キャッチャー変わってる疑惑は、もっと言うと変わってるけど弱いよ結局、そんなに強くない方。クイック B がやばいな、やっぱり。さあ1番シング、強心臓、頼む、チームを救ってくれ、頼むシング、救ってくれ、チームを、チームを救ってくれ。よーし、1番シング起用、見事的中、オッケー、ナイスシング。肌スリーランホームランの肌、これは思考を使う必要がない。まあ流し打ちですね、絶好の流し打ち場面。よし、フォアボールだ、追い込まれるまで振らない。これヒットエンドラン面白いんじゃない。まあボールっていう可能性もあるからな、ボール球振らないでくれー。セーフティー行こう、決まっただろ、決まっただろ、よし、オッケー、これで長瀬まで回ってきた。おお、今日は3-0。ここで打つのが長瀬ですから、広角砲を見せつけましょう。50打点20盗塁、この男がノーヒットで終わるわけはない。くー、やばいな、いやこの選抜なんかやばいな。さあどうしよう、関のサードに残して、岡部も残したいな。まあレフト残せばいいか、関のって確か送球はいいんですよね、関のはレフトに残せばいいと。あ、これガッチガチのオーダーやん、ほぼ上級生っていうガッチガチのオーダーになりました。 OK、もうアーダーコーダー言ってらんないんで、1年投手の盛り上げる使って助言もしよう。よし、初球打った、ツッチ、風がすごい、ケイ、スネーク。いや今日は暑い試合になってますよ。あー、ただこれあれだな、延長か、延長じゃない、そう裏の攻撃なんで、さよならだったら育成がこううまくできないんで、そこ考えないといけないぞこれ。うわー、そこ考えないといけないぞこれ。でもなー、育成するには怖いよなーっていう、その難しいなこれ。まず最後杉浦がいるんで、最後杉浦サードで関の外野に回す形にしといて、まあ育成枠にしとくかみたいな感じ。小坂ツッチはダイソーがありえるから、ダイソーの選手は置いといて、寺田はだから使い道が多分ないと思うんだ。先に寺田は出しとくか。こっちが裏の攻撃なんでね、その辺しっかりやっとかないと。であとはまあピッチャーも出しとかないといけないな。セカンド、よし、オッケー。さあさよならにしていいよ、ガキボーイ、パーヒ。小坂は出たらダイソー出します。うわ、くそー、これでワンアウトランナーはありません。ツッチ、黄色い線、いいよ、さよならホームランあるよ、プルヒで。石田、余裕があります、取りました。いやー、甲子園という舞台なかなかそう簡単には勝たせてくれないな。いや、まあ、ここは代打でと。まあ杉浦でいきたいところだけど、やっぱ杉浦を最後ファーサードに残したいので、ん、本当にそうかな、誰か他に変えられる選手いないかな。まあ冷静に今聖夜だけが1年生なので、あ、そうか、聖夜ももう変えて、だからやっぱそうだな、この関のを、うん、外野に回してサードに杉浦がいいな。
ていうのを考えると、ここは置いときたいんだよな。まだ最後に出したい。西野から行こう。さあこれで意外性でパワー A になってます。さよならホームランあるよ。くぅ、いやー甲子園やばい。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム2位のあたりはでも置いときたいんだよな。2位のだけ置いとくか。怖いな。うわー怖い。ギリギリの戦い本当に。これよっしゃー、バズーカー。秋山高校のキャッチャーはね、最近すごい硬いですからね。はい、さあ岡部、ここで打席が回ってくるとは。広角流し打ち両方いきます。追い込まれるまで広角でいきましょう。追い込まれたら流し打ちで。いや、いい当たりなのにな。ショートうまいな関野。さあここはセーフティーですね。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。セーフティーバント、うまいよ。この彼の足の速さ、生きる時が来たでしょう。うまい。走れ。よし、エラーもヒットも一緒や。そしてもともとはダイソーでございます彼はね。クイクシ、まあ、1球待て。よし、次走ろう。ダイソーとして生まれた意味や。ここで走らなかったら、いやーちょっとアウトになりすぎや。盗塁が今日こんなにアウトになる今日。第3球、いや今のは普通に走れるけどね。全力ストレートっていう、またなんか運が悪かったですね。よし、 OKOK。 まあここは盗塁 B なので走らせてもらうよと。 OK。 さあ羽田、お前の出番や。さよなら男や。さよなら男持っとんや。お前が決めるんやここで。さよなら男見せつけろ。走れ、あるぞこれは。すごいゲームになっております。すごいゲームになっております。これ代打あるぞ。カード悪いし代打あるぞこれ。まあでもまあ塩見は守備面のことも考えると残しておかないといけないな。やっぱり塩見いなくなったら守備がガタ落ちだもんな。でも転がせはやっぱヒットにならないよな。どうでもな、なかなか。いやいいよ永瀬、もうここはもうサヨナラホームラン、それしか期待してない。広角砲のサヨナラホームランしか期待してない。うわー今日の人か。これでツーアウト、ランナーありません。こんなにいい試合になるか。これで勝てればね、育成面的にはもう最高なんですよね。てか守備いいんだよな向こう、普通にいい当たり出てるんだ。しかも永瀬が頑張ってる。いやこれはもう点取ってあげよう本当に。うわ点取れない、点取れない、なんだこの試合。これでワンアウト、ランナーは先ほどからライトに入っています。でも相手ピッチャーが尽きると思うんですよねそのうち。まあ2位の西尾は置いとくか。ダイソー用とあれで杉浦行こう。これでなんじゃこれ。まあまだ転がせがマシかこれだと。いやでも1番はフォーボールだな、こうなったら1番はフォアボールや。よし OK、 もうダイソー出そう。ポジションはなんとかなる。岡部もあいつもいるし、クックは D。 よしこれはもう、おい、こっちの作戦読みすぎや。それはやば、こんなに読まれたの初めてや。こんなに盗塁刺されるの、キャッチャーも大した方じゃないのに。もう相手ピッチャーを突き刺せる作戦でいくか。不意打ちセーフティーバント。まあ待てと今のも押し間違えたんですけどね。結果論じゃ結果論。よし
岡部は速いからな、外されても走れるんや。フォアボールが一番、この場面フォアボールが一番。いや、いつもの秋山高校じゃない、こんなに盗塁が失敗するなんて。ここでのヒットエンドランじゃ、よーし。いやー、最後はね、このメンツが決めてくれたか。いやー、やっぱり福平のこの2人、うん、いやー、アディオスになりたくないと、俺らはアディオスなんかじゃないと、ここで見せつけてくれましたね。いいですね、この2人が最後決めてくれるか、素晴らしい。最後決めたのが岡野、関野というね、あ、岡部、関野というね、このアディオス候補の2人でございます。いやー、でも育成にはかなりつながりましたね、これで。いい試合ができました、めちゃめちゃ。おー、逆境丸、おー、シング悩んだ丸、やった。まあ、シング、そうですね、チャンス E になりましたけど、内野安打がついて、しかもまあ、もともと盗塁 B、 まあ、パーヒっていうのはありますけど、これ内野安打ついたから1番あるんじゃないか、本当に。いや、シング1位ありだな。まあ、3番が阿部日の方が、なんか僕3番パワーヒットあんまりタイプじゃないんですよ、好みじゃないんですよ。3番僕阿部日の方が好きなんで。いや、原の方が3番っぽいか、僕も揃ってますもんね。原さんか、原さんね。で、塩見に、原の方が3番だな、どう見ても。打撃面、原さん、塩見に、新宮1、これでいくか。まあ、もしくは新宮は2でもいい、もちろん。強打の2番にもなるな、新宮2だな。強打の2番かつ盗塁もうまい、で、その内野安打とか、その辺も2番っぽい。阿部日、パワヒ、阿部日、お、この流れでいきましょうか。まあ、ちょっとこの試合はね、永瀬打てなかったですけど、まあさすがの、まあ、なんだかんだで崩れないし、1試合目はしっかり打ってるし、さすがの活躍かなというふうには思います。はい、服部、片野はどっちなんだろうな。チャンスがいいのは片野、左がいいのは服部、まあこうかな、打ってるしな、片野の方が。はい、まあこのメンツですね、これでいきましょう。いや、いいですね、ベンチメンバーが活躍してくれるとなんか嬉しいです。はい、岡部、関野がね、今回は活躍してくれました。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。いやー、これが栄冠ないんですね。はい。しっかり気を引き締めて、次も戦っていきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。